できるだけ歩くけど痩せにくいな。今日はあんまり歩いてないし、食べ過ぎたな。そういった時はこれ。朝や夜に1回。体型維持、脂肪燃焼できます。頑張ろう。足を横に動かしていきます。つま先できるだけ正面向けて足横に上げましょう。お尻の横がね、効いてたらバッチリです。勢いよく足を上げない方がいいです。ゆっくり上げて、上げられる幅上げてください。かかとを上げたままで体重移動をしましょう。マイペースで行こうね。体重移動して、かかとが床につかないように踏ん張ってください。疲れたらかかとを下ろしてもいいよ。持ち上げてるふくらはぎをゆっくり下げるのがイメージですね。むくみ改善、ふくらはぎ痩せに効果的です。その調子でマイペースで行こうね。スマホ見ながら楽しんでいきましょう。足を開いて斜めにスクワットをしてみましょう。無理にしゃがむと後半バテるぞ。胸張ってお尻を少し突き出すようなイメージでかがんでください。ただこの先ね、もう10種目ぐらいありますから、あんまり深くね、しゃがんで疲れないようにね、最後までできるペースでやってください。最後までやったら自信つくぞ。できるぞみんな。どんどんスタイル良くなるよ。やったー。 OK。 今度は体をねじりながらしゃがみます。くびれが作れて代謝が上がって痩せる、なんていいメニュー。マイペースでゆっくりひねってね。あんまり早くひねると目が回っちゃうよ。自分のペースでいいから、ゆっくりしゃがんでみて。一回しゃがむごとに一回息するイメージで。マイペースでいいですよ。あと少しで終わるけん頑張っていこうね。9分間体を動かすことが大事ですからね。無理してね、途中で止めちゃうと意味ないんでね。 OK。 今度はね、足をね、抱えていきます。スマホ持ってない人はね、両手の足を抱えて。スマホ一回置いてもいいよ。スマホ持ってる人はね、こんな感じで自分で足を上げたら最後抱えるイメージで。持ち替えながら膝を抱えましょう。足は高く上げるほど効果的だよ。しっかり腰を丸めながら。楽しみながら足を上げるイメージで動いていこう。その調子その調子。最後までいけるよ、そのままいけば。今度はね、かかとの上げ下げ、ふくらはぎもね、しっかり動かしていこうね。ふくらはぎをね、軽く動かしてください。あんまり歩いてない日はね、ふくらはぎカチコチになってね、太くなりますから、ちゃんと血流をね、良くするようにふくらはぎを動かすことで、ふくらはぎもね、疲れにくく細くなります。ふくらはぎしっかり動かすと、むくみも取れて、冷えも解消されて、最高だよ。今度はね、しゃがんだら足を上げます。かがむのは少しでもいいよ。自分のペースでやっていこう。かがむのはね、自分の幅でいいです。息が乱れると体がすごくしんどくなるから、1往復で1回一呼吸をイメージして。反対もいきましょう。どこで息したらいいかわからない人は1回ずつ数数えてみて。バランスがいりますよね。 OK。 今度はね、足を交互に上げていきましょう。もも裏硬かったら膝曲げていいよ。足
足を高く上げるっていうことは反り腰解消にいいんですからね。足も腹筋も使いますから。1回ずつ息吐きながら足上げていこう。もう半分以上できてるからきっと最後までいけるよ。頑張ろうね。脂肪が減って代謝が上がってスタイル良くなって未来は明るいよ。オッケー。今膝で丸を描く感じで動かしてください。膝痛い人は無理しないでね。膝もね、ちゃんとこのように回さないと、あまり歩いてない人とかね、あまり膝を曲げてない人は痛くなりますから。膝が痛くなるとね、足のトレーニングできなくなりますからね。しっかり膝回ししましょう。スマホ持たずにできる人は手を膝に当ててやってみて。 OK。足を開いたら体をね、横に動かしていきましょう。内転筋をね、伸ばすイメージで体を動かしてください。お尻を振るっていうイメージじゃなくて、内転筋をね、伸ばして。股関節痛い人は無理しないようにやってね。慣れてくるとスムーズに動けるようになるよ。内転筋分かりにくい人は足をもう少し広げてやってみて。オッケー。今度は足を開いて深くしゃがんでいきます。あと少しで終わるから体力残ってる人はお尻しっかり下げてみて。片足に体重を乗っけて立つ。体重を乗っけて立つ。ペースでいいですからね。あとちょっとで終わりますよ。頑張っていこう。 OK。 今度はボウリングの球を投げるようなイメージでしゃがんでいきます。できる人は後ろの足を床につけないようにやってみて。きついですよね。あと少しで終わるよ。みんなよくここまで来たね。あとちょっと頑張っていこう。足の膝を曲げるようなイメージだよ。後ろに足を出してしゃがむ。バランスがいるから気をつけてやってね。下まで降りたら上がります。もしきつかったらね、膝の上に手をついて立ちましょう。あと少しで終わりますからね。頑張って最後までやったよーって方はグッドボタンやコメントで教えてください。よく頑張りました。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。